ピアチェスラフ・ニコラエビチ・ボリソフは、ソビエト連邦、ロシアの軍人。第76新英空挺師団の師団長。モスクワ州、ルザで生まれ、1976年にソビエト連邦軍に入隊。デザン空挺軍大学を卒業し、空挺軍に配属された。順調に昇進を重ね、1990年には MV フルンゼ名称軍事アカデミーを卒業した。 1991年から95年までの間、トランスバイカル軍管区のウランウデにて、第11独立空挺旅団長を務めた。その後将官に昇進し、モスクワ軍管区の第2新鋭自動車加速劇師団の師団長を務めた。1998年ロシア連邦軍参謀本部アカデミーを卒業、アジャリア自治共和国のバトゥミに、 第12軍事基地の司令官として赴任した。2003年1月4日、空挺訓練司令官代理となった。2008年の南オセチア紛争勃発時には、第76新英空挺師団に所属していた。第76新英空挺師団は、駐屯地であるプスコフから第58軍への増援として派遣され、スヒンバリの戦いに関与した。戦いに勝利した後、 ゴリエ神軍、ボリソフは占領司令官となった。政府、文民による統治機構の不在により、知事としての役割も果たすことになった。2009年6月6日、モスクワのラジオ局モスクワの児玉のインタビューを受けて、南大瀬チや紛争での活躍は、紛争勃発1週間前に、まさしくその地で演習を行っていたためであると答えている。2009年、 第76新英空挺師団の師団長に就任した。ありがとうございます。